リボン使ってくれてたの鬼やったんや。ナースコール視界が良くなる。今のは実質勝ちやな。あ、私の旦那がキラーでしたって、ほんまに旦那さんがプレイしててキラーやったってことですか。旦那さん看護師の使命持ってましたけど大丈夫ですか。単純にレイスっていうキャラがめっちゃ好きな人がなんか痛いこと言うてんのかと思って思った。すいません、勘違いして。旦那さん鹿のレベル3持てたから、奥さんどこで寝てても見つけられるでしょ。疲れてソファーとかで寝てもてても旦那さんがこう来て抱えてちゃんと連れて行ってくれんのよ、フックのところに。するんかい。なんじゃこの場所からの始まり。開けるしかないよね。待っても都会の逃走術あるから、最悪階段上がってきたとしても、ただ発電機の音がまだしてないから上がってくることはないと思う。ドキドキはするけど。ああ、カニバルや。ただ逃げてる人が上がってくることはあるよ。あれどこ？あっち行ったか。この状態で発電機触ったら発電機の音でバレるからな。どうする？まあ行くか。まだリーダー感ないわ。まあ、始まった場所が場所やからな。一人隔離されてたもんな。血族ついてるんちゃうかと思うぐらい、味方の姿がうまいこと、絆で見えてる。あ、見えよう。わあ、なかなか近づけてない感じ。だいぶ警戒してるんちゃうかな。対カニバルの救出は命がけやからな。早速チェーンソーの音がしてる。ひどい結果にならんかったらええけど。とリーダーは思っているよ、2階から。このゲームね、高低差は全然関係ないんですよね。心音が聞こえる範囲とか。ういうい。リーダーの俺と作業しようぜ。自分自身の作業速度は上がらへんっていうのがなんか よくわからんというかさ、憎いとこやな。ほい、トーテム壊す？トーテム壊しとこうか。ポーテム壊したい。さ、リーダートーテムブレイカーやで。地下室に釣られたか。うわ、追われてる。
しゃあないな。じゃあこのリーダーが救出に向かうか。向かう前にちょっとだけ動かしといて音出しとこ。キラーがあの発電機を蹴ってくれたら、よし。うっそ、待て、一回逃げます。あー、やった、おっしゃ、今のうちに。どうや、いけるか、いけんか。縄張り意識でもついてんのかな。よし、オッケーオッケー。やばい、あー帰ってる。音出すか。あー、くそ、しまったな。体力半分以下になってしまったかな、周りでパタパタしてる間に。しゃあない。あれ、もう2人作業してる。トーテムや。あー、みんちゃん、みんちゃんやったかどうかは覚えてないけど、さあどうしよう。今のはねえ、心音鳴ったのを構わず助けてたら一人もしくは二人すぐやられとったやろうから、しゃあなかったよな。縄張り意識がついてるんやとしたら、それを逆手にとって、あっぶね。あー、板もないんですね。うーやー、待って、あー、やばい、地下に釣られる。許してくれよー。あー、でも発電機は治るぞ。ただ地下はやばいよな、地下はやばい。さっきの人数がおって、さっきの人数がおってして一人結局逃げられへんかったわけやから。発電機が直ってゲートも開いて、暇やったら来てくれるんちゃう。おお、先に来てくれた、ありがとう。これはすごい。ちょ、なんか落ちてたね、拾い。ちょっと待ってよ、とりあえず怪我直します。ゲートあそこか。一人殴られた。これこの3人全員出られたら実質勝ちですよ。ゲートあれ開いてないよな。うわー、マジか。やばい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 ぞ。かー、マジか。こっち来る？こっち来てるわ。起こせるか、起こせ、無理や、間に合わん。ゲートもう一個どこや。あの場所で釣られたらっていうか、ゲート開けたかな、今の間に。
今の間に開けられたかどうかやな。もう一個のゲートはもう関係ないな。でもむずいぞ。あれなんとかすんのむずいぞ。いやー開いてないわ。もう一個のゲートの位置が分からへんのよな。いった。よっ、はっち。いやー無理や。ゲート触ってないもんな。もう一個のゲートどこやろ。あっちかな。いやーきついね。多分まあ消去法で言ってあとフェンミンが折った位置からして向こうやと。あ、なるほど、それ開けるか。ちょっと待ってよ。うわ、こっちだ。あーごめん。うわー、ちょっと待って。うわー、ミッション変わって。キング頑張ってくれ。意地でもあっちのゲート開けるか。なんとか。もう板もないけど、あそこ行くんやな、みんちゃん。ほい、開いたぞー、開いたぞー。俺も後がない、みんちゃんも後がない。あとはもう俺らでギリギリまでもう時間稼いで、その間にみんちゃんが。あ、逆側のゲートから出たか。あー、よかった。フェンミンは逆側のゲートさっきやっぱ開けてたんやな。あーよかったー。これは実質勝ちですね。なんなんさっきから言うてる実質って。あーよかったよかった。すごいね、あの、はあ、こうなったらね、一人死んでしまった人も助けたかったなってなるんやけどな。でも残った3人がもう絶対全員で生きて帰るぞっていう動きをしてたね。これは GG やね。よかったよかった、ありがとうございました。キラー全然縄張り意識なんかついてなかったし。